こんにちは。マナブさんのねツイートを私も見て、で動画の方も見たんですよ。まあ本当そうだよなと思いまして、改めてね、自分の立ち位置がそんなに間違えてないんだろうなと思いました。まあ私の場合は数やんなくちゃいけないなっていうよりも楽しいからやってきたんで別にストレスはなかったんですけども、でもこうして振り返ってみるとね、YouTube がやっぱり軸になってましたね。私が2013年から速稼塾始めてきて、やっぱり YouTube が軸になってきて、 YouTube が商品であり、 YouTube が集客媒体であり、 YouTube でセールスをかけてきた。要するにインターネットビジネスで、まあ必要な要素ね、商品、集客、セールス、この3つの要素さえあればもうお金は稼いでいけるんですけども、まさにね、私はこの YouTube で商品を作って、 YouTube で集客をして、 YouTube でセールスかけてるんで、YouTube だけですね。でこの本当に地道な繰り返しを、まあ、1万本ぐらいですかやれば、まあ、余裕で1億はいきます、ね、余裕で1億はいきます、余裕で1億はいきます、ね、で1万本で1億円いくってことはちょっと単純に割り算してね、シンプルに私安く見積もってですけども、私の動画1本1万円なんですよ。無料動画も有料動画もこうおしなべてみると、そう考えたら結構良くないですか。広告収入はあくまでもおまけです。チューインガム買うようなね、お立ちんです。広告収入は先月も20万ぐらいで、今月も多分ね、このままだと20万ぐらいいくでしょうけども、私の広告収入って異常に高いですね。なんかね、通常はねこのぐらいの再生数でね、このぐらいのチャンネル登録で10万を突破しないんですよ。だいたい3万から5万なんですよ。異常にね広告収入が高い。ということは私の動画で多分商品がどんどん買われてるんでしょうね、きっとね。コンバージョンが起きてると思うんですよ。広告収入、 YouTube の広告収入って広告を出すことによって、それが商品が売れなくても何円とかって決まってるんですけども、商品が売れたらね、その何パーセントとか入ってきますんで、多分1万円の商品とか5000円の商品がバンバン売れてるんで、多分ね私高いんでしょうね、きっとね。いや、ありがたいことだと思います。不思議だよな。でもな、何の動画で何が売れてるんだろうと思っちゃいますね。おそらく FX でしょうね。 FX と暗号通貨の動画結構出してますんでね、FX と暗号通貨の動画で多分口座開設が起きてきて、その裏でね、1本3000円とか5000円の報酬が入ってるんじゃないですかね。暗号通貨今バブルでしょ。暗号通貨どんどん値段上がってるでしょ、目立つでしょ。だから暗号通貨の自分なりの考え方の動画を上げるだけで、その動画の再生数が低くても多分、口座開設が起きてると思うんですよ。2017年もこんな感じでしたよ。30万ぐらいの広告収入入ってるんですよ。再生数は本当そんな大したことないんですけどね、だから今伸び盛りの暗号通貨、ビットコイン、イーサリウムとかね、こういった系の動画を上げると、まあ広告収入というか実績ですね。広告収入じゃなくて、ちゃんと今晩上が起きていて口座開設がされてると思うんですよ、だからこれも数多くやってきた自分のアナリティクスによる私の判断なんで、他の人に当てはまらないかどうかっていうのは分かりませんけども、ただ私はもうすでにね、外部からの情報を取ってないですね。自分のやってきたことが自分の最高のテキスト、バイブルになってますよね。他人の実績を真似する時期は終わりましたんで、誰か知らない人が実績を上げて、それを、まあ、真似ていって少し売り上げを上げていくみたいなのは最初のフェーズなんですよ。その一つがまず数やりましょうってことですよ。ブロガーさんで300記事以下の人でなんか安定して収入稼いでる人っているんですかねって、いないですね。それはね、全然いないです、で動画もそうなんですけども、まさにね、1万本上げることをビビる人はもう動画の世界には来れないですよ。だって私とか吉谷さんがいるわけですよ、ね、でこの私や吉谷さんみたいなのがいるところで1万本作れない人が入ってきて勝てるわけないですよ。1万本作ったとしてもですね、まだ五分ですからね、だからやってほしいなと思いますね。億万長者じゃなくてもいい。もう毎月ね、5万10万の副収入でさえいかないと思います、それは、全然だからダメだなと思いますよね、だからその1000本2000本なんてのね、どうってことないんですよ、それこそ甲子園に出る野球少年だってね、1日1000回ぐらいの素振りしますしね、ジョギング1日の3キロ5キロとかへっちゃらでこなすわけですよ。でプロと言われる人、まあ私の場合空手やってましたけども、黒帯をつけてる人で腕立て伏せがね1000回できない人って多分いないですよだから組手をね、1日にね3回とか5回とかできない人いないんじゃないですかね。基礎体力もあって技も切れて思考も研ぎ澄まされていて、
そして相手をしてくれる仲間にも恵まれてる人、そういう人が黒帯取ると思うんですよ。だからね、いろんな分野で考えてみても、それほどまでもない人はそれほどまでもないですね。稼げる人とか実績を残す人って、やっぱそれなりにやってますよね。それにつきますよ。で、この動画のまとめですけども、億万長者合宿もね、だいぶ長いことになりました。でもこれと同じペースでやってる方がもしいたとしたら、その人はもう1億円稼げてると思いますよ。まあ1億円って言ったら言い過ぎかな、まあ、1000万円は言ってるでしょね、吉田さん。この私たちと同じようなペースで動画上げてれば1000万円いくでしょ。2000本3000本とか動画撮って1000万いかないとしたら、その人はやんない方がいい人だったってことなんですよ。で、いってらっしゃい。